これをちゃんと自分で決着つけてってくれ。仁科、あんたは9年も山おろしを追い続けた。決着をつけれるのはあんたしかいない。さあ奥寺さん。俺がこの集落に来てから10年近く、猟を通じて一つ分かったことがある。なんだ。自分が生きるための狩猟以外は殺戮。俺はな、仁科さん、そのことをこの集落、雪山、そしてあんたたちに教わったんだよ。奥寺さん、ここでこの引き金を引けば俺は10年前に逆戻りだ。ここは一つ漁師としての俺の信念を貫かせてもらえないか。うん、行くのか。ああ、ほんま世話になったわ。あんたがおらんかったら俺もババも今頃熊の餌へ。本当にありがとうございました。冴島、これだけは忘れるな。生き物にとって狩りと身を守ることだけが許される殺しだ。分かったな。肝に銘じとくわ。兄貴、それじゃ行きましょう。奥寺藩、ほな。